はい、どうもさん、こんにちは。まあ、バスケ復帰2日目なんですけど、本日も、まあ、またまたハイレベルな 5on5 ピックアップに参加していきたいと思います。いいですね、この方もゲストで来ていただいてます。どうぞ。なんかヒゲキモくね。キモいっすか。うん、剃ってきます。いいんじゃ。はい、今、はい、はい、はい、ということで、まあ、最近ね、本当に怪我が多いんで、しっかりケアしながら 5on5 でもう大暴れしちゃおうかな。え、これってしてもいいやつ？いいよ。お前が決めてんの？結構そういうのって、うん、結構前から？前から。本当に。じゃあ今日は高い中頑張っていきたいと思うんで、じゃあちょっとまずはケアとね、ストレッチとアップしていこうと思います。はい。Let's go。 あとなんか君バッシュ買ったらしいね。バッシュ買いました。バッシュ。見ます？ちょ、見して。僕のバッシュ。うん。こちらです。すごっ。レブロン。それレブロン何なの？18？17履いてて、自分はい結構履きやすくて、履きやすいの。いや、めっちゃ好きっす。お前のプレーとレブロンはなんか違う気がするけど、それよく言われるんですけど、うん、もう意外とめちゃくちゃいいです。あんま無理すんなよ。でもこれで一回捻挫しました。じゃあ無理。この前あ、無理すんなよ。足首ちょっと腫れてます。本当にゲルフープとかでいいんじゃないの。トライフォースがいいっす。整った。よし。今ね、まあ、大体、ストレッチ40分ぐらいやったんで。この場所もおニューですか、これ。これおにぃ。おにぃ。おにぃ。おにぃの。おにぃのです。おにぃちゃんのです。ちなみに、お兄ちゃん足でかいんで、これ29センチなんです。まあ、最近自分の足のサイズの場所は履いてないっていう事件。アップします。
中の営業。サドンです。サドンです。決めたら勝ちです。行ってみよう。めっちゃうめえと思った。めっちゃうめえ。どこで作ってんのこのリバー。食いて食いて買いて。俺も買おう。どこで作ってんのこれ。どこどこどこだって。このリバーってどこで作ってると思う。